相当前になる、なるんやけど、岡さんからすごい丁寧なメールが来まして、なんか僕とコラボしたいと。このネオハタク像と、コラボしたいっていう、すごく丁寧な、大人な文章が来たんやけど、まあ、それはちょっと、お断りさせていただきましたね。まあ、なんでかっていうと、ちょっと、岡さん、ちょっとケツみたいな顎しますんで、それちょっと、エヌいいかなと。顎は割れてるんで。そこはそれちょっと、いいかなと。思いまして、ちょっと、提供にお断りさせてもらいましたね。うん。まあ、理由は、ケツのことからです。はい。はい。まあ、岡さんの、生きりまくった試食がちょっと見物だったね。見物のやったんやけど、それが見なくてちょっと残念やね。